着についてご案内いたします。トワイライトエクスプレス水風はあと5分ほどで終点下関駅に到着いたします。皆様お忘れ物はございませんでしょうか。お手回り品を今一度お確かめくださいませ。クローゼットの奥や洗面台の周りにお忘れ物が多くなっております。またベッド付近の充電器などもお忘れ物ございませんでしょうか。下関駅到着後は各号車よりクルーがお出口へご案内いたしますので、次のご案内がございますまでどうぞお部屋にてお待ちくださいませ。なお小倉駅まで水風バスをご利用のお客様はお降りになった後ホーム階段下にお集まりくださいませ。立ち寄り観光のクルーが旗を持ってお待ちしております。水風バスをご利用のお客様はお降りになった後ホーム階段下へお集まりくださいませ。さて昨日京都駅を出発いたしました水風は、画勢応挙と維新の歴史をたどる旅と題しまして、山陰本線、山口線、山陽本線の沿線を巡りながら旅を進めてまいりました。改めまして皆様に水風の旅をお選びいただきましたことをクルーを代表いたしまして心より御礼申し上げます。クルー一同大変名残惜しくはございますが、またこの水風で皆様にお目にかかれますことを心より楽しみにお待ち申し上げております。この度は水風のご乗車誠にありがとうございました。